俺はこいつ連れてドンのところに顔出してくるわ。長くなりそうだから宿屋で待っててよ。終わったら行くからさ。待て、僕も行っていい？ん？これユニオンの問題だ。来ても話には混ざれないと思うぜ。その話とは別に聞きたいことがあって。後でアパティア渡すときみんなで聞きゃいいじゃないの。みんなとは聞けない。長い話じゃないんなら行くだけ行ってこいよ。まあダメ元でいいんなら。ありがとう、行ってくるよ。アパティアの話も聞けないでしょうか。そりゃ長い話だろ。そうよね。ちょっとあんた、どこへ行くのよ。うち、この町に来たことがあるのじゃ、多分。また多分ね。そりゃアイフリードにもゆかりのある町だしな。じいさんについてきてたとしてもおかしくないんじゃないのか。そうじゃな。ちょっとあたりに話を聞きに行ってみるのじゃ。ノードポリカやマンタイ君時みたいにならないよう気をつけろよ。分かってるのじゃ。先に宿屋に入ってるからな。さてと、おとなしく宿で待ってようぜ。今はまだ街の中も静かだが、じきに面倒なことになるかもしれねえ。今までも面倒ばっかだったじゃない。その日じゃねえってことだよ。ベリウスを撃たれたパレストラーレが黙っていると思うか。事件にドンの孫息子が絡んでるんでしょ。おとなしくしてるってことはないかもね。筋だかけじめだかが重要なんでしょ、ギルドの連中って。そういうこった。ギルドってほんと面倒くさい。理解に苦しむわ。つっても俺たちも絡んでんだ。巻き込まれるかもしれねえ。その準備だけはしといた方がいい。分かったわよ。私とエステルは中で休んでるから。え？あ、でも私。いいから。あんたはどうすんの？もう少しぶらつくわ。そう、わかった。少し休むか、ラピード。お連れさんは先に入っておられますよ。